というわけで、はい、2回目ですよ、2人で行くのは。嬉しい。で、この2回目は、はい、なんとなんと、うんうん、中之島に来ております。おお、中之島、いいとこ。このオフィス街よ、すごい、うん、の中にそびえ立つのがこちらでございます。はい、大阪中之島美術館ということで、はいはいはい、今回ね、うん、素晴らしい展覧会がやっておりまして、クロード・モネ。モネさん、もちろん知ってます。実は私、本場フランスで、うん、モネの作品を見に行ったことがあるんですよ。あ、嘘でしょ。もうついに虚言まで始まった。ほんま、ね、ほんまに、ね、フランスロケ。そんなわけで、意外にも美術好きだった久保ちゃんとアートを楽しみながら中之島を巡ります。まずは大阪中之島美術館へ。そうですよ、この子がいます。すごい、なんか外と一緒でさ、はい、ちょっと近未来感すごくない？ありますね。この開放感すごいね。すごい、へえ、長。ここに上がればモネ展につながってるみたいですよ、ね、ほんで声よう響くわ。響くわ。モネ連作の情景、展示されている作品すべてがフランス画家クロード・モネの作品、 100% モネの展覧会です。美術館のオープン以来一番人気の展覧会で、開催およそ2ヶ月で延べ20万人を動員しているんです。印象派の始まりの絵です。今回は特別に学芸員の小川さんに会場を案内してもらいます。こちらの第一章は、はいはい、モネがまだ印象派になる前の若い頃の作品を集めてるんですね。すごい。ですから、まあ、風景画とか生物画とか、うん、あとこちらがちょっと、うん、今回日本に初めて来た絵なんですけども。でかない。ちょっと気合入ってますよね。あの2メーター30センチありまして、格段に大きいんです。あ、モネといえばなんか風景、ふんわりした風景みたいなんですけども、はいはい、珍しい人物画なんですよ、はいはいはい、彼がこれだけのものを描けるっていうね、実力もわかる。食卓についている女性がモネの奥さん、その隣にいるのが当時1歳の長男です。手前の方にちょっと空席がありますよね、はい、これ誰が座るか分かりますか？うん、私分かるかも、はい、ほんまに？モネじゃないですか。そうなんです。何やろ、めっちゃ悔しい。すごい悔しい。だから私が見てる風景ですけど、私の席もあるっていうことなんですよね。あの家の主として新聞が置いてあって、ここが自分の席、そういう家族の肖像なんですね。でここから彼は印象派に移るので、はいはい、全く違う世界が広がるっていうことですね。皆さん、印象派という意味わかりますか？モネは外で絵を描くことが大好きで、見たものを正確に描くというよりは、光や影など五感で感じるその瞬間を印象的に表現したんです。そして同じ風景でも季節や時間によって見え方が全然違うことに気づき、それが連作へとつながっていくんです。この2点はモネがジヴェルニーっていう、うん、まあ、小さな村に引っ越しをして、はい、まあ、終生そこで過ごすんですけども、うん、秋になるとこういう干し草をこう山にした積みわらが、うん、できるので、まあ、それをこう風景画として描いているんですね。で何枚も何枚も描いているうちに、まあ、だんだんとこの光とかいろんな影響で、これはなんかこういろんな瞬間印象があるのを全部こうとどめておきたいというようなことを考えて、1890年頃に連作を初めて作るんです、はい、でそのうちの1点がこちら、同じ場所なんだけど後ろの木ももう本当抽象的にぼやっとしてますよね。なんか積みわらの影もちょっと青い感じで、ね、描かれていたりして、でモネはこういう絵を25点作るんですね。それを一度に15点画廊の個展で発表して、うん、それでみんな初めてそういう同じ風景なんだけど全然違う絵を見た、うん、
それが彼の名声をこう作った個展だったんです。そしてなんとこの3点にこちらの作品が加わり、現在4点の積藁が公開中、必見です。それでは、はい、いよいよ睡蓮が展示されているところです。モネといえば、はい、こちらが割と早い時期の睡蓮で、モネは自分で睡蓮を育てたんですよ。なんか睡蓮が代表作とか睡蓮にこだわった理由みたいなのはあるんですか？モネはすごく日本が好きで、浮世絵なんかにも影響を受けてるんですけども、池にも太鼓橋をかけたりとか、そういうちょっとこう日本的なモチーフっていうところも何か彼を引きつけたのかもしれないですね。ちょっと離れて見たりとか、なんか1枚だけでもすごい時間をかけて見れますよね。そうそうそう、本当におっしゃる通りさすがですね、やっぱり、ちょっと悔しいないけど4年間通ったんで離れて見て初めてこの絵の全体が分かるっていうか、モネの目を私たちが一緒にこう分かち合って、モネが見た世界っていうのは遠くから見ると分かるんですよね。モネの代表作がおよそ70点、まだまだ見どころたっぷりです。いやー、よかったですね。満喫したね。はい、もうね、しっかり見たからお腹空きました。私もです、ね、あ、モネ記念メニューっていうのがあるんや。アフタヌーンティーある。大阪中之島美術館1階にあるカフェレストラン、食事はもちろんデザートやアルコールも楽しめるので、アート鑑賞と合わせて立ち寄るのにもおすすめです。楽しみですね。テラスでお待たせしました。来たー、かわいい。モネが家庭菜園をするということでしたので、菜園風のようにちょっと野菜の要素を入れてみたりとか、フランスの焼き菓子やセイボリーをご用意しております。いいですねこれ。ドリンクは歴史あるダマンフレールの紅茶を12種が飲み放題。まず私はトマトチップスの乗ったオープンサンドをいただきます、うん、めっちゃトマトが甘かった。パンの上にはフロマージュブランというチーズですね、少し甘めに作ったトマトのコンポートを乗せて。めっちゃ美味しい。そして久保ちゃんはアールグレーの茶葉を練り込んだ紅茶のスコーンを。もうの後ちょうだい。めちゃめちゃ紅茶のいい香りがします。もう一個気になったんが、このさ、やっぱこれがさ、かわいい気になるやん、うん、これちゃんとミニチュアですからね。私が持ったからシャンパングラスがこのサイズに見えてるわけじゃないから。ちょっと どんな感じですか？なんかめっちゃフルーツ。キウイとかの酸味とちょうどいいですね。喋、りながら紅茶飲んで、いいね。まさに大人の時間ですね。ね。うん、続いて向かったのはこちらも美術館の1階にあるお店。デンマークのブランドでライフスタイルをコーディネートできるカラフルなアイテムが揃います。久保ちゃん、前からこのお店に行ってみたかったみたいです。わー、かわいい。かわいいね。ほら、いっぱいいろんな家具あって色使いがなんかカラフルで、ね、めっちゃおしゃれでいいね。かわいくないですか？ヘイ大阪は3つのエリアにこう分けております。まず今行っていただいているエリアがルームエリアと。ルームエリア、はい、エリアでヘイが提案する暮らしの生活をイメージしたエリアになります、ルームエリアには世界中のデザイナーが手掛けたおしゃれな家具が並びます。そして椅子などのアイテムが博物館のように展示されるミュージアムエリア。さらにここがマーケットエリア。マーケットエリア、豊富な雑貨をご用意しておりますので、はいはい、お買い物をより楽しんでいただけるエリアになっております。このカバンね、はい、街中でめっちゃ見ます。本当ですか？もう ありがとうございます。いや、もうこれ持ってるだけではあの人いい生活してんねんなって
いい生活じゃない、おしゃれな生活、ね、おしゃれな生活ね。私今日これ欲しかったんでちょっと買って帰る。本当ですか、はい、でなんかこっちもおしゃれやけど、はい、こっちの方がめっちゃ頑丈そう。ほんまや、そうなんですよ。だいたいあの街中でこのぐらいのやつを肩からかけてる、ね、ちょっと上から毛が出てるやつはナジャさんが持ってそう、ズラ入ってるから。かわいい雑貨が並ぶマーケットエリア、ここで一番の人気商品が収納ボックス、こっちのカラークレートという商品になります。いろんな色ある、組み立て式のボックスになっております。あ、はい、じゃあ使わないときは、はい、こうね、コンパクトにできるってことか、はい、全部組み立てれるようになってるんだ。かわいい。だこう、ここが2個乗るってことだね。そうです、こういう雑貨がレジの近くっていうのがもう罠ですね。ね、やっぱりこれ高得点になるよね。最後の1個にとっては、うまいわ。すごい、もうね、大満足やったけれども、ね、大人のねスポットがまだあるのよ。え、まだあるんですか。まだあるんです。ちょっと行ってみようか。はい、桜咲いてる。向かったのは大阪を代表する老舗ホテル、こちらでございます。ホテルのレストラン、じゃあ最近行ってきたモネ店とコラボがある。お、さあ展覧会で見たあの絵が出てきますよ。お願いします。あれ、家族え、何これ何がこちら、積みわら林ライスでございます。モネの連作積みわらからインスピレーションを得まして、今回林ライスで仕立てております。あ、なるほど。あった、ありましたね。これをかけて自分で完成するってことでいいんですよね。そうです、はい。こう、もうギャッといきます。ギャッといきましょう。あの、モネになった気分で描いたらいいんじゃない。いや、私はもう大胆にいきますね。2人で食べたら連作ね。連作ですね。そう、自分の見え方がね違うから、はい、大きさも違うんですね、3つ、はい、こだわりで。あ、ほんまや。大きさを変えてサフランライスで積みわらをイメージしてます、はいはい、でポプラ並木描かれてましたけども、はい、お野菜で牧草地を、まあ、ビーフの林ライスで表現しました。いただきます。やることがおしゃれやね。うん、やるわね。うん、結構ルーが甘めで、うん、すごいお肉も柔らかくて美味しい。すごい、やっぱ好きなの分かるわ、うん、めっちゃちゃんとコメントしてるもん。林やからトマトの酸味がしっかり効いてて美味しい、うんうんうん、そしてこちらはモネの水田を表現したスープ、コース料理の一品としていただけます。どうでした、モネのやつ作らなあかんでって言われた時は。あのモネ自体が印象派なので、はいはい、形あるものというよりは結構難しいな、こうっていうの淡い絵画が多いので。あ、だからこれをさ、印象派にしたら全部崩さなあかんくなってくるね、ぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃうからいや、そう思ったら、でもそれがちゃんと 3D になってるっていうのがさすがでございます。さすがです。しかもめっちゃ美味しい、止まらん。美味しい。聞いてる時ずっと口動いてた。